この日は確か2017年の3月24日でしたね。まだ寒い日でしたよ、それでも。おはようございます。列車は今日本で一番短い名前の駅津駅を出発したところ、昨日の夜は高茶屋というこの津からすぐ近くのところにある駅の歩いて15分ほどのネットカフェに泊まりました。本当に寒かったですね。この日はもう手がねこちこちに凍えるぐらいでしたよ、3月の終わりだというのに。途中亀山から乗り換えた関西本線、このように結構空いていました。まあ、だんだんこれから四日市に近づくにつれてお客さんが増えるでしょう。昨日の夜新宮でいただいたさんま寿司、まあ寒かったし食べても大丈夫だろう。実際お腹は何ともありませんでした。美しい朝焼けが見え出します。あちら側に多分海があったんじゃないかと思います。列車今四日市市内に入りました。三重県で一番人口の多いところです。県庁所在地は津なんですけどね。この辺りではたくさんコンビナートの建屋などを見ることができます。ディーゼル機関車 DD51 型もこの辺りで活躍していて、それはそれはかっこよかったんですが、あまり映像には残していなかったようですね。ともかく着きました。朝の8時前。まだここも空気がひんやりしていて、1日の始まりという感じでね、この時久々に名古屋を訪れましたが、いやーいい雰囲気でしたね。到着したこの名古屋、ここが桜通り口かな。たくさん人が歩いていて、大都会に来たぞという感じがします。名古屋の駅には私も受験生の時代に何とか来まして、まあ、ここね、ずっと秋の乗り放題パスという切符でただいろいろ移動してて、何も観光するお金は持ってなかったけど、やってきたらね、駅の目の前を降りてきて、セントラルタワー大きいな。これ日本で一番低面積の広いビルだそうです。それを眺めて、さあじゃあ東京へ帰ろうかいろいろやっていたのを思い出します。トヨタが建てた大きなビルとかね、そういったのもたくさんこの辺りには並んでいます。危ないな、あんなところあるっす。ここ自動車の街の名古屋で、道の上を歩くとは命知らずのカラスです。あんな奴もいるんですね。と思ったら逃げ出しました。そりゃそうだよな。身の程を知っとくべきだよ。さてこの名古屋では最近ですね、私のパソコンもどんどん調子を上げてきて、まあ、パソコンも無事に回復したし、ビデオカメラもきちんと使えているところですが、ありがたいことにさらに一つ贈り物をいただくことになりました。後ほど紹介します。これから先、今度は中央本線に乗り換えて岐阜県長野県方面に向かいます。中央本線の普通列車に乗り換えです。割と車内は混んでいなかったような記憶があります。日本で一番広いビル、セントラルタワー。下から眺めるのは本当に立派です。お客さんもね、意外といないんですよ。列車もたくさん繋いでいました。お隣には東海道新幹線、出張のお客さんは満載しています。さすが主要路線というだけあって、中央本線は時速100キロ近くの高速度で走行中。朝ごはんの追加として、わらび餅をいただきましたが、このようにこぼれてしまいました。皆さんもわらび餅を食べるときは気をつけてください。途中の多治見というところから特別急行、ワイドビュー7号に乗り換えです。ここから先での観光の時間を確保するために特急列車を利用することになりました。この時はまだこれぐらいの予算の余裕があったんですよね。真の地獄はこれからです。時速130キロで中央線の険しい山並みを抜けていきます。この辺りが木曽川、白い美しい岩がゴロゴロと並んでいるところです。向こうに見えるのはあれ木曽の御嶽山じゃないですか。列車は今岐阜県木曽路を走行中、これから先長野県の方に入ります。中央線の景色は本当に乗っていて、いくら見ても飽きませんが、そこを特急7号で勢いよく通過していってしまうというのがこの辺りの贅沢な楽しみ方です。景色を短く見るほど贅沢な時間はありませんからね。そして今度はこれから割とゆっくり景色を楽しみます。ここは大江戸から69里って書いてありますね。ちょうどですね、江戸と京の間のところらしいですけれども、ここは長野県の木曽、南部のところ、木曽福島です。木曽福島はね、名前がかっこいいんで私前から来てみたいと思ってたんですけど、確かこの時が初めてだったんじゃないかな。先ほど見えた御嶽山の登山口でもあります。穏やかに流れていますが、木曽川の支流だったかな。まあ、水の少ないこの川ですけれど、何かあると水が集まってきて増水するのか。川沿いのうち、皆下の方から高く上がっていて、増水対策でしょうね。昔からここは宿場町として栄えたところです。また、ここには関所もありました。古い町並みへ行くにはこの階段を上がってすぐ、新しい町を見てもなんだか江戸時代の風情が残っているこの福島宿ですけれど、この中央本線沿線には昔の建物が残されたところが本当にたくさんあって楽しいものです。ここもそうです。まあ割と新しめのようですけれど、とは言ってもね、多分古い建物っぽくしてくれているところとかがたくさんあるんじゃないかと思いますが、いやいい雰囲気ですよ本当に。この辺りでは地域に水場というものがあって、でそこでみんなが水を汲み生活の用水として使っています。中央線の河川の上に中央アルプスの山並みが見えます。だから中央線って言うんですかね。この辺り雪がたくさん降るところだそうで、屋根がどこだかわかるようにということでしょうかね、赤く塗るのが江戸時代からの伝統だそうです。特急信濃号に乗らなければこの街を歩く時間が手に入りませんでした。いやちょうど良かったことです。さてこれから先、中央本線の普通列車に乗り換えてさらに木曽路を北上します。これはまた昨日ですね、新宮でいただいた、もう本当に新宮で食べ物をいただいたのを助かったんですけども、クリームパンでお腹を満たし、そして到着しました塩尻。ここもまた宿場町としては有名なところです。
ここからは今度中央線を東京方面に進みます。といってもそのままもちろん直接東京へ行くわけではありません。最長往復切符というのは遠回りをしてなんぼというものであります。結構寒かったんですよね。雪が舞ってるみたいです。先ほどは木曽路を行きましたが、今度は稲路を進むことになります。長野県南部には主に2つの谷道があります。1つが木曽の谷で、もう1つが稲の谷。木曽の谷と稲の谷の間は20キロぐらいしか離れていません。東海地方からずっと木曽路を辿ってきて、やっと長野に着いたと思ったら、長野からまた今度すぐお隣の稲の谷をずっとくぐって、そしてまた東海地方に戻るという旅です。今通っているこの飯田線という路線はかなり路線が長く、それでいて途中駅が数多く退屈だということで知られています。しかしそれはちょっと間違いで、沿線には見どころがたくさんあるし、また列車の中からでも素晴らしい景色を楽しむことができる、本当に素晴らしいところではないかと思います。到着したこの駅は天竜橋というところです。天竜橋という名前も天竜橋、どれも素晴らしいね、感じだと思いますけれど、降りてみたくなる、もう素晴らしい名所があります。天竜橋、まあ天竜橋がここにあるだろうなっていかにもな感じの名前ですけれど、吊り橋があってですね、真ん中のところまで来まして、あ、天竜橋綺麗だと思ったんですけども、真ん中のあたりまで来たぐらいでね、風が強くなってだんだん心配になってきました。周りも全然人はいないし、まあ、吊り橋っていうのを渡るという経験もなかなかないですけど、この吊り橋はね、横側の網だったもんだから結構怖かったですね。横の柵も低かったし、おー、まあ、釣り橋には割と渡り慣れてるんですけど、ここは多分行ったらまた怖く感じるんだろうな。お客さんも全然いなくてよかったですよ。観光には全然お金がかかりません。まああんまり嬉しくない観光客かもしれませんが、この天竜橋は現在上皇になられましたけどね、上皇陛下も来られたそうでして、周りの道が随分豪華になったとか、そんな話を聞きました。さて、それではもう一度飯田線の列車に乗って引き続き静岡県方面を目指します。まあ、飯田線にずっと乗っていくと、途中で一回静岡県を通り抜けた後、最終的に愛知県の豊橋に到着するんですけどね、途中門島というところへ降りてるのは、多分これはね、列車が途中で止まって反対列車を待ってるんだと思いますが、結構こんな感じ、途中の駅で止まるチャンスがあります。飯田線の途中には秘境駅と呼ばれるところがたくさんあって、そこを巡るのも楽しいものです。ただ今回はちょっとそこへ降りるほどの時間的な余裕はなく、平岡というところで途中下車しました。ここはね、駅前に確か温泉があるんですよ。で、私この時にもうお金が全然なかったので、まあ、ネットカフェに泊まってもなかなか温泉というかシャワーを浴びるということはしなかったんですけども、まあ、その代わり各所の温泉に行って、まあ、400円とか500円とかそれぐらいのお金を使ってですね、で体をしっかりと洗い清め、そしてまたちょうどここにはこんな囲炉裏がありまして、まあ、火はついてないんですけれども、ここにしばらくいていいというから、名物の多分炊き込みご飯みたいなやつだろうな、それ買ってね、ここでこのパソコンをしばらくテストすることにしました。このパソコンは何かと言いますと、タックさんからですね、音楽を作っていただいたタックさんから、スーツさんこのパソコン余ってるんですけど使えませんかと言って声をかけていただいたものです。いや、大変ありがたいことに、これでね、動画の編集が随分効率的になったんですよ。すっかり夜の暗くなるまでこの平岡というところにいました。そしてここからさらにまだ2時間半もあるのですが、愛知県豊橋を目指して列車で出発します。遅くなる時間までずっと建物の中にいさせてもらえたので、かなり快適でした。そして乗り換えた列車もかなり快適でした。夜の遅い時間に豊橋に着きまして、1時間ほど待ち、さらに日付が変わってすぐ東京行きの快速列車ムーンライト長良号に乗車します。この列車はいつでも走っているわけではなく、ちょうど3月の終わり、お客さんが多くなる時期ということで臨時の夜行運転をしていたのでしたが、この列車で静岡に到着して第18日目は終わりです。引き続き本日は2017年の3月25日です。昨日の夜といいますか、もう午前1時半とかね、2時ぐらいに静岡に来て、それでネットカフェに泊まりましたので、朝は結構遅めです。多分もう10時ぐらいになっていたんじゃないですかね。静岡というのは明治になってから付けられた名前で、もともとは府中と言いました。徳川家康がここに作ったお城、駿府城、立派なお城ですけども、現在はそれも多分新しい建物だったのかと思いますが、駿府城公園ということで入ることができ、周りもですね、見渡すと駿府城周りを走る地元の中高生ですかね、部活動の人など忙しそうです。この日は確か土曜日だったから、こんな時間でも部活やってたんじゃないかな。静岡県庁も立派、僕が県庁です。これは県庁の本館じゃなかったと思いますが、でもね、何かあるとニュースなどに登場する建物ですね。ちゃんと取らなかったのかな、県庁。あ、あるある、そうそうそう。で、県庁の周りがこんな風に石垣でね、周りを取り囲まれているのも、なかなか地方都市という感じで好きです。地方都市は結構ね、ああいう風に県庁が石垣で取り囲まれるお城の中にあるタイプということがあるんですが、
ここから東海道新幹線のこだま号に乗って静岡県を東へ進みます。そろそろ富士川を渡るようです。私東海道新幹線の運は結構持っている方でね、もうちょっと進んだら多分富士山がよく見えるんじゃないですかね。いや早い早い。あら残念、見えなかった。下半分しか見えない。静岡県側は結構海側からの湿った空気がやってくるとかで雲ができやすいのかな。だから富士山があまりよく見えないことが多いらしいんですけど、しかしその代わりに晴れてさえいれば富士山を南側から当たる光を受けてですね、美しく楽しむことができます。到着しました。ここは三島です。これはですね、富士山の歌やってるのはなんていう歌か忘れましたけど、小学校で皆さんも歌いましたね。この三島は寛平大社、三島大社のあるところで大変有名かと思います。もともと東海道の宿場町として栄えたこの三島と思ったけど、なんか映しの、これあれだな、カレーパンマンになんかエイリアンみたいな子供が吊り揃られてるなと思って、それで多分撮ったんじゃない、変なのがあるなと思ったんですけど、すみません、ちょっと話少し逸れましたが、三島大社がですね、こちらでございます。江戸時代に東海道の宿場町として栄えたこの三島。そこを通りがかった人たちが、こんな立派なお宮があるなら参っていこうということで、立ち寄り、そしてどんどんその規模がさらに大きくなっていたと。確かそういう歴史があったんじゃないかと思います。ここが三島大社です。三島の名所、確かに本当にたくさんの人たちがいたし、今日も忙しく結婚式が行われていました。まあ忙しいかどうかわかんないですけど、意外と本人たちからしたらゆっくりなのかもしれませんが。しかしこのカメラの映像はね、もうちょっとマシに撮れないもんかと思うんですけど、広い映像じゃないですか。私今でも同じカメラ持ってますけど、もうちょっとうまく撮れる自信あるわ。今度久々に最長往復切符時代のカメラを使って撮影してみようかな。当時みたいな雰囲気になるんじゃないですかね。西洋お手植えの矢倉、明治天皇の第四皇女で、北白川の宮様がここにお建てになったんですね。鳥がいますけど、なんか随分ケバケバしてる、頭に変なのがついてる、これ大丈夫ですかね。結構ね、ここいろんな生き物がいまして面白い。アジサイなんかも咲いたと思いますよ。春の時期なんかね、来られてみてはいかがですか。アジサイは初夏かな。これからもう一回三島駅の方面まで歩いて戻ります。まあ、三島大社のあるあたりが市の中心部でして、ちょっとね、多分ずれてるんじゃないのかなと思います。とにかく町の中心はあっちという感じですが、ただ、駅と三島大社の間、こんな水辺の散歩道みたいなのがあってですね、大変いいところです。戻ってきた三島駅、駅舎を見てみると、さっきはね、気づきませんでしたけれど、寛平大社のお宮と同じ形をしているんですね。さて、これから先、特急電車踊り子号に乗って、さらに東を目指します。踊り子号の下の部分を見ていただくと、車両がね、ホームを擦らないように深く切り込みが入っているのです。特急電車に乗ってしばらく東へ、この辺り、丹那丘陵のすぐ近くのところを走ります。山がちな景色が素晴らしいところです。今、神奈美の駅を通過。ブンブン床の下からモーターが聞こえてくるのがなかなか楽しい電車です。列車はさらに熱海のあたりまで来ました。海などが見えて、この熱海の駅で踊り子号は連結をします。そろそろこの旧型の踊り子号も見ることができなくなるんじゃないですかね。私の乗ってきた列車は三島、そして修善寺という方面から来たもの、そして後から来たこの列車は伊豆急下田方面から来た列車です。2つの踊り子号が連結して東京方面へ向かいます。反対側、おお、EF200 だ。これ現在では引退してしまった機関車ですよ。こういうシーンが映ると面白いですね。さて、今日の朝実は静岡でサンドイッチを買ってきていました。ただの駅弁当。これがですね、思う中で日本最古のサンドイッチであるという説もあるほどの立派な有名な駅弁サンドイッチです。列車は湯河原の駅に停車し、そしてその次に小田原に泊まって私を降ろしました。ちなみに踊り子号の特急料金は通常1300円ぐらいだったと思いますが、私はここで乗り継ぎ割引を使い650円で到着できました。なんかドヤ顔で喋っていますけれど、ここから先はですね、まずは小田原の街を見物、東海道の宿場町として重要な役割を担いました。北条氏政が確かここを本拠地としたんじゃないですか。そして最後はね、小田原攻めということで秀吉にここを落とされるまで、立派な城郭都市として栄えた。確かそんなことを聞きました。小田原城に登ってそういうことを調べたかったんですけれども、お金がなさすぎて、この石垣の上に乗っている天守のところまでは来ましたが、中を見学することは叶っていません。お金はなかったですけど、その代わりにかまぼこ。かまぼこはね、私好物なんです。ここに書いてある通り、今でももちろん同じように好きですけども。美味しいですよね、かまぼこね。笹かまみたいなのとはちょっとまた違うけど、鈴廣のかまぼこだったと思いますよ、確かあれも。これでお城の見物は終わり。小田原駅にはね、二宮金次郎の像があるんですけど、これいつも見るたびに思うんだけど、歩きスマホと変わらないですよね。駅に飾るべきもんじゃないような気がするな。そんなこと言っちゃいけません。さて、これから先、箱根登山電車にちょっと寄り道をします。最長往復切符のルートではありませんが、小田原からですね、それほど離れていないところに箱根湯本がありますので、まあ箱根の一番入り口のところぐらいまで、小田急のロマンスカーに乗っていくのが楽しいんじゃないかと思います。この区間では100円払うだけで展望席を利用することができます。誰もお客さんはいませんでしたので、私が一番前の席に座らせてもらいました。反対側からロマンスカー VSE もやってきました。
大変急な上り坂、箱根の山は天下の剣、そう歌い始めるのがちょうどこの辺りが適切なんじゃないかと思います。ロマンスカーはそれからたった1回の停車で終点の箱根湯本の駅に到着します。100円しか払っていない私に湯本駅の皆さんが深々とお辞儀をしてくれました。むしろ申し訳なくなるぐらいです。乗っていたロマンスカー LSE ももう引退してしまいました。2018年のことだったかと思いますけどね。いや、乗ることができてよかったですよ。こんな素晴らしい一番前の座席のところ、これが小田急ロマンスカーの名物です。さて、これからは100円のバスがなんかあるというのでそれに乗ってですね、そして箱根湯本の駅を離れて、まあ割と箱根の温泉街に近いようなところというか、まあ温泉街ですよね。そこにある温泉施設のところへちょっと立ち寄りました。まあ、私が知り合いから聞いてね、ここはいいですよというふうに言っていたので行ったんですけども、まあちょっとこの日はやっぱ混んでましたね。土曜日ですから、箱根のスーパー銭湯みたいな感じのところ、スーパー銭湯とはまたちょっと違うけど、いいお湯のところでね、いい雰囲気の日帰りには適したようなところでしたよ。天山陶磁郷とか確かそんな名前だったかと思います。でも、混んでるっつったら混んでるっていうね印象あったんだけど、やっぱ施設が大きいからですかね、かなり余力がありました。温泉に入ってその後なんか食べようと思ったんですけど、観光地価格はさすがに手が出ず、多分あれですね、自動販売機で飲み物買ったぐらいだったと思うんですけど、ミノムシを見つけましたよ。これ敷地の中にいいものがいますね。ちっちゃいミノムシもいるな。2つぐらいついてんのかな。もうそろそろ春ということで目もだんだん膨らんできているようです。さて、それからもう一度バスに乗って箱根湯本の駅へ戻ってきました。これからまた箱根を降りて、次は神奈川県横浜へ向かいます。もうここも神奈川県なんですけどね。後ろ側に最新型のロマンスカー、改造型の XA-α が止まっています。この後、翌年だったと思いますが、ロマンスカーの GSE というのが出ましたので、この時はまだ最新型だったんですけどね。だから車内のところ、こうやって割と詳細に映したんじゃないかと思います。反対側の VSE というやつもかっこいいから乗っては見たかったけれど、今回は乗る機会がありませんでした。この箱根何十六号って書いてありました。これでまた一駅小田原の駅に到着して、ここからは東海道新幹線を利用する必要があります。最長往復切符はルートを様々指定してきますので、新幹線に乗るには料金がかかりますが、それでも絶対に乗らないとかそういうことはできません。新幹線に乗れというふうに切符が示してきたらば、私はお金をなんとか工面して新幹線の料金を払って乗るだけです。ちなみに小田原から新横浜で新幹線の料金は確か当時980円とかではなかったかと思います。実はそんなに高くないんですね。たった一駅で新横浜の駅に到着しました。いよいよ完全に首都圏です。次回は東京周辺と言いたいところですが、また静岡に逆戻りです。面白いですね。最長往復切符の旅、引き続きお楽しみください。ありがとうございました。